手、今日の試合90分出ましたらプロになって初めて全試合フル出場となるそうです。そうなんですよね。はい、そうなんですね。そして今年はですね、それが原因とは言えないかもしれないけれども、栄養士さんに初めてアドバイスをもらっているということです。どうでしょうか。はい、ちょっと今接触がありましたね、はい、千葉の選手とさぬきの選手、山本選手が倒れています。このシーン、藤井光大選手ですね、失礼しました。頭と頭がぶつかってという、両チームの選手が起き上がることができません。そうですね、ちょっと心配ですね。さぬきは藤井光大選手、森本選手倒れた時からも意識がちょっと、はい、っていうの心臓の、ここはコーチから罰が出ました。はい、ここで両チームとも心配な表情を、北野誠監督はさぬき、そして関塚監督もベンチを出て腕を組んでその様子を見つめます。もうしっかりと固定をしてという、まさかこの四国香川丸亀競技場でこの千葉のエース森本選手のこのような姿見ることになってしまう、想像することすらできませんでした。さあ今救急車の中に森本選手中に入って、さあこれから香川県内の病院に運ばれるという状況です。さあそして先ほどリポートもありました、ケンペス選手が今ピッチの中に入ってきました。森本選手に代わってケンペス選手が投入されます。そして一足早く千葉の選手たちが円陣を組んで、そして今その円陣の輪が解けました。救急車の中にいる森本選手のためにも、千葉の残りの選手、今もう一度ここでメンバーケンペス選手の入り直しということになります。11番の森本選手に代わって9番ケンペス選手がインということになります。